嬉しいな、めっちゃ来てるわマシュマロ。フレン 3D のお披露目の配信日、俺の誕生日なんだけど、もしかしなくても俺のこと好きでしょ、知ってた全然あの全然そんな意図ないんですごい申し訳ないんだけど、全然そんな意図ないからごめんね、本当にね、本当ごめんね。ここ2年近くずっとダイエット頑張ってきて、暴飲暴食は絶対しないって誓ってたのに、フレンの 3D お披露目決定が嬉しくて、ドーナツとポテチ頬張ってる。今いろんな意味で涙出そう。本当におめでとう。太ったらちゃんと謝ってね。なんでよ。お前のせいだろ。なんで私が謝らないといけないんだ。3D お披露目では、3D お披露目をする予定ですか？はい。その通りです。3D お披露目では、3D お披露目をする予定です。皆さん、よろしくお願いします。上司に怒られてたんだけど、フレンの 3D が分かったら勇気出て上司にブチギレ返して喧嘩してきた。人生って楽しい。やばい、いらん方向に勇気つけてしまった。大丈夫かマジで。フレン 4D、5D、6D、7D も楽しみにしてます。ごめんな、 3D しかなくてほんまごめん。 4D だったら匂いも分かるんだけどな、ごめんね。マクドナルドナゲット15ピース390円だよ。ささやきに来るな。なんだお前、何をささやきに来てんだこいつ。これさ、サムネさ、運営さんに作ってもらったんだけどさ、いろいろ言って、ここまですごい綺麗にしていただいて、本当に運営さんありがとうございます。本当にありがとうございますって感じなんですけど、これのね、一個前のね、サムネがね、もう、胸のクソドアップみたいなサムネで来て、ちょっと、胸ドアップにするのやめて、ちょっと引いてもらえませんか。運営にドスケベなやつおるぞ、多分。フレン結婚しよう、ニュータイコスいらっしゃい。どうしようかな。でも私まだちょっと結婚願望はないっていうか、まだちょっとさすがに早いって思うかな。うん、ごめんね。モテちゃって仕方ないな。やっぱ可愛いからな。その前に彼氏作れ。うるせえ、うるせえ。作れるんだったら作ってんだよ。生き受けれの上等手段っていうのやめなさい。